皆さんこんにちは。ネットアップのモゲです。ガブリエルです。パパッとストレージ DIY 動画クラウドボリュームズサービス for Google クラウドをご覧いただきありがとうございます。このシリーズはネットアップクラウドボリュームズサービスの利用方法をまとめた動画シリーズです。この動画に沿って操作いただくことでお客様にて簡単にサービスをご利用いただけます。第1回目の動画ではこのネットアップクラウドボリュームズサービスとはどのようなものか特徴を交えてご紹介していきます。パパッとストレージネットアップクラウドボリュームズサービス for Google クラウドはお客様の IT 環境を効率化しお客様の大事なデータを最大限に活用することを目的に開発されたソリューションです。クラウドを積極的に採用していくクラウドファーストの考え方が定着してきた今もエンタープライズの多くのアプリケーションはオンプレミス上で実行されています。運用負荷の軽減やビジネススピードの改善を目指してクラウドに移行したくても企業のシステムをクラウドに適した形に再設計しなければならないとなるとなかなか利用に踏み切れていないといったようなお悩み多いのではないでしょうか。ネットアップクラウドボリュームズサービス for Google クラウドを使用すればエンタープライズのワークロードをできるだけアプリケーションに手を入れずにクラウドで簡単に実行することができます。では具体的にどんな特徴があるのでしょうか。ガビさん詳しく教えていただけますか。はい。クラウドボリュームサービス for Google クラウドはネットアップが長年培った定評のあるストレージオンタップのテクノロジーをGoogle クラウドのプラットフォームに統合したクラウドネイティブのエンタープライズファイルストレージサービスです。データ管理におけるネットアップの確かな技術と Google クラウドのシンプルさと柔軟性を組み合わせることでこの5つの特徴を実現しています。要件の厳しいエンタープライズ企業のさまざまなワークロードをクラウド上で簡単に実行でき高いパフォーマンス、可用性、オペレーションセキュリティを実現し、お客様の様々な課題を解決します。エンタープライズの複雑なワークロードもクラウドで簡単に実行できる。だからパパッとストレージなんですね。そうなんです。ちょっと特徴を一つずつ見ていきましょうか。お願いします。まず一つ目の特徴です。クラウドボリュームサービスはフォルマネジェードのクラウドストレージサービスです。Google クラウドのコンソールから簡単にボリュームを作成でき、複雑なストレージの運用管理は不要です。Google クラウドのさまざまなサービスやリソースとシームレスに連携でき、サポートも Google クラウド経由、そして料金も一括で請求されます。既存のオンプレミセスのアプリケーションに大きな変更を加えることなく、クラウド上でそのまま利用することができます。なるほど。まずは先にクラウドに移行して、こうした後に時間をかけて徐々にアプリケーションをモダナイズしていくということが可能になりますね。ね。2つ目の特徴は高い可用性とパフォーマンスです。クラウドボリュームサービスは 99.99% の SLA をご提供しています。サービスを止めず柔軟に運用でき、ハードウェアのメンテナンス、障害対応といった運用負荷をなくせるというのメリットもあります。そして高いパフォーマンス、スループット、低レイテンシーを実現してますので、要件の厳しいエンタープライズのさまざまなワークロードをクラウド上でそのまま実行できます。3つ目の特徴は柔軟性です。クラウドボリュームサービスはデータアクセスの需要に合わせて、ストレージの容量と性能をオンデマンドで変更できます。容量は拡張だけではなく縮小することもでき、性能はお客様の要件に合わせて最適なサービスレベルを選択いただけます。 UI から簡単に操作でき、アプリケーションに影響なく即座に設定が反映されます。データ管理におけるネットアップの確かな技術がベースになっていますので、 Google クラウドのさまざまなサービスを組み合わせてお使いいただくことで複雑なエンタープライズのアプリケーションに対しても柔軟性が高揚し、ビジネススピードを加速します。料金もお客様のニーズに合わせて、コンピュートインスタンスと同様に使った分だけの有料課金での支払いが可能です。
い可用性、高いパフォーマンスに加えて、クラウドならではの柔軟性のメリットも得られるんですね。はい、そして4つ目はデータマネジメントです。クラウドボリュームサービスは NetApp が長年培ってきたオンタブのデータ管理テクノロジーを採用しています。ポイントインタイムのスナップショットコピーはパフォーマンスに影響を与えず、効率的に対象外性を向上させます。また高速なクローン技術を利用してアプリケーションの開発スピードを上げ、リリースサイクルを短縮することもできます。そしてリージョンを超えて横断的にデータボリュームのレプリカを作成できますので、障害が発生した場合もビジネスを計測することが可能です。プロトコルは NFS に加えて SMB もサポートしてますので、オンプレミシスで利用している Windows ワークロードを Google クラウド上に移行できます。2つのプロトコルが同時に使えますので、 Windows、Linux から同じファイルサービス上のボリュームにアクセスが可能です。なるほど、クラウドで簡単シンプルに使えるのに従来のストレージに近い機能も利用できる、まさにかゆいところに手が届く、そんなサービスなんですね。そうです。最後の特徴はセキュアです。クラウドボリュームサービスはゼロトラストモデルに基づいてセキュアなアーキテクタを採用しています。サービス管理プレーンとデータアクセスプレーンは独立しており、相互に影響を与えることはありません。データはデフォルトで暗号化されており、ボリュームごとの鍵によってのみ複合化できます。格納されているデータだけではなく、転送中のデータも暗号化され、また Google KMS 経由で提供されるお客様が管理する暗号化キーの機能も利用できるようになりました。そしてセキュリティを考える上で重要なことは、攻撃を防ぐことだけじゃないんですよね。攻撃が発生した場合にどのように回復するかも大事なポイントです。クラウドボリュームサービスは読み取り専用の定域スナップショット機能は活用することで、問題が発生した場合も即座にリストアできるため、影響を最小限に抑えることができます。ガミさん、ありがとうございます。エンタープライズでの利用にはセキュリティがしっかりしていることも重要なポイントになりますよね。はい、ここまでクラウドボリュームズサービスの5つの特徴をご紹介しました。この動画シリーズはクラウドボリュームズサービスの基本操作やお使いいただくメリットなど詳しく解説していますので、ぜひ続けてチェックしてみてください。お願いします。